第4回ドラフト企画っていうのがですね、今計画として進んでいるんですけれども、ちょっと動画を作るのに時間がかかりそうでして、その間のつなぎって言っちゃなんなんですけど、過去3回やったですね、ウィーニングイレブンドラフト企画をですね、振り返っていこうかなというふうに思っております。今回は、第1回ドラフト企画について振り返っていきたいと思います。本企画の説明ですが、まずウィーニングイレブン2018に登録された日本人選手を対象にですね、3人で、ドラフト会議をしていきました。というのも、まあ、1巡目からこう順に指名していきまして、まあ、欲しい選手を取っていくと。で、先にね、あの指名された選手っていうのは取ることができなくて、同じ順目に、選手が被った場合はですね、抽選を、して、そうやってメンバーを集めていくという、まあ、いわゆる普通のドラフトの、やり方でやっております。はい。それで11人集めたのを、ウィニングイレブンで実際に総当たりで戦わせてみようっていう企画ですね。ただ、残念ながら、ウィニングイレブン2018を持ってるのが、そのメンバー3人のうちで僕しかいないので、基本的に僕が操作すると。僕とコンピューターが操作するというような形になっております。ここは僕は本当に公平な気持ちを持ってですね、他のチームを操作するときも、常に全力でプレイしていますが、いかんせん上手ではないのでですね、僕が操作すると逆に点々点みたいなこともあったりもします。はい。で、これはドラフト会議の結果になっております。これもリアルタイム的にね、見せていければ一番良かったんですけれども、ちょっとそういうのを取っておりませんでしたので、結果でこう出します。競合しちゃったのはドラフト5位ですね。内田選手が、コニーズ・ミーハーパーティーとヤマピブルース。ヤマピブルースが僕のチームですね。で、かぶっちゃって、ルーレットを回した結果ですね、コニーズ・ミーハーパーティーに、選手がいてしまったというような、そういうような表の見方になっています。で、ドラフト1位から3位までってね、やっぱ基本的にみんな欲しい選手、自分の、コアになるなっていう、選手を選んでるような、感じがしますよね。ちょっと振り返っていきますと、カーターファイティーンはですね、ドラフト上位3名は、まあ、なんだろうな、2番手と比べて、ちょっと明らかにこう、能力的に違うっていう3人を選んでると思いますね。吉田選手、センターバックの中でやっぱ1番ですし、酒井選手も右サイドバックの中では、まあ、他に代わりがいないと。大迫選手もフォワードではそうですね。そういう選手を選んで、順にですね、後ろの方に行くにつれ、まあ、このカーターさんって人は、すごいガンバ大阪が好きなので、ちょっとだんだんガンバユニット、ガンバ色っていうのも入れてってるような感じがします。で、コニーズ・ミーハーパーティーはですね、上位好きな選手を選んでる感じですね。ここで堂安選手、東口選手を1位2位で選ぶことによって、ガンバユニットを後ろでね、選ぼうとしてたカーターファイティーンにとっては計算外なことが起きてたんじゃないかなというふうに思います。で、後半の方は一点ね、チーム名の通り、有名どころの選手でまだ余ってる選手を次から次と選んでいったっていうような感じですね。なので、最もなんかこう、解読感があるというか、だって、下位で本田選手取っても10位で取ってますからね、かなりお得感があるような、そういうドラフトの選び方をしていますよね。で、ヤマッピブルースなんですけれども、僕はまあ、ほんと好きな選手、長友選手一番好きなんで、一番最初に選びまして、あと、香川選手、長谷部選手ですね。で、上田選手も僕大好きなんですよ。身体能力高くて。ここら辺のセンターラインを、固めていった感じです。で、後々、フォーメーションで、紹介していきますが、僕はロンドンオリンピックの時の男子日本代表がすごい好きなので、まあ、それをイメージしていくような、形になってます。はい。で、カーターファイティーンのフォーメーションですね。いや、ディフェンスラインはすごいメンバーが揃ってて、手堅い感じがします。で、攻撃陣だと、大迫選手、まあ、中心にですね、当時売り出し中だった中島翔也選手が、トップ下に控えてるというような、メンバーでした。コニーズ・ミーハーパーティーは、超がつくほどの、攻撃的なメンバーになっています。だって、ボランチが、やっとと柴崎っていう二人ともパスさばける、選手ですし、センターバック、遠藤航、牧野ですよ。これも足元の、ある程度しっかりしてるセンターバックを置いてですね、もうめちゃくちゃ攻撃的ですね。逆になんか守備大丈夫かなっていう、そこはもう東口選手に任せてるみたいな、そういうようなメンバーかなっていう感じです。
はい、でヤマッピブルースはロンドンオリンピック日本代表をイメージしてるっていう話を先ほどしましたが、あの時はね、永井選手っていう選手がですねワントップいたんですけど、ウィーニングイレブン2018には入っておりませんので、代わりにですね、はい、スピードスター浅野拓磨選手をワントップに置いております。でも戦略としてはもうあれと一緒で、とにかく足速い浅野選手で前からガンガンプレスをかけていって、でもボール奪って早めにショートカウンターで行くっていう感じなので、センターバックはある程度スピードのある上田選手と河野選手を並べてるっていう感じですね。でボランチももう奪う力のある長谷部選手と山口蛍選手を入れて、もう前線はガンガン、前プレーをかけていくというような、戦略でやっております。はい、で実際どんな試合が行われたかっていうのはですね、概要欄の方に、3試合ともリンクを貼っていますので、そちらの方を見ていただければなというふうに思います。第4回の動画も作成中ですのでですね、楽しみにしていただければ大変嬉しいです。